皆さんお元気ですか？最近やっと外に出ることができました。 Finally, I was able to go outside a little bit and went on the fruit picking. そしてフルーツ狩りに行きましたよ。ブルーベリーとチェリー取ってきました。おいしいチェリーです。今年もブルーベリーピッキングに来ました。コロナの問題があるのでまだマスクをしています。たくさん取ってジャム、それからソースを作りたいと思います。結局30パウンドのブルーベリーを取りました。 We ended up picking 30 pounds of blueberries.Yay! We're at the cherry picking field. Kotoshi mo cherry o toru ni kimashita. Takusan totte, mata mata jam to sauce ni shimasu. Oregon no natsu wa saikou desu ne. Kotoshi mo cherry ga ippai toremasu.ウェニアはすごく日本では高いんですよね。だからアメリカでいるときはたくさんこのウェニアというチェリーをいただきます。今日は26パウンド、はい、26パウンドのチェリーを取ってきました。帰ってきてこうやってすぐに種を抜いてジャムを作ります。毎年夏になると、いろいろなフルーツでジャムとかフルーツソースを作るんです。すごく楽しいですよ。とっても美味しそうなさくらんぼのジャムができています。私の大好物です。わあ、たくさんできました。さて、ここからは私の大好きなパンケーキ作りです。 Now I'm gonna make my favorite pancake. 作ったフルーツソースをたっぷりかけます。 I put lots of fruit sauce I made. おいしそう。それではいただきます。まだまだコロナは続きますけれども頑張りましょうね。 This COVID-19 won't go away for a while, so let's hang in there. また会いましょうね。